せーの、ルンルン、どうも、シホルンでーす。はーい。今回はですね、皆さん、最近結構流行ってる飲み物みたいなのがあるんですけど、それはなんだか知っていますか？はい。この前、TWICE のミナちゃんとかもね、V ライブ中にめっちゃ本気で混ぜてたりしてて、結構、最近よく聞く言葉だと思うんですけど、タルゴナコーヒーっていうのが韓国で流行ってるらしくって、今回はですね、それを作っていこうと思います。イエイ。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。もう材料はですね、すでに混ぜてあって準備してあります。 必要なものはインスタントコーヒーのなんか粉みたいなやつと砂糖とお水だけです。もうだから家にあるじゃないですか、大体そういうのって。なので、はい、すぐ作れちゃいます。必ず1対1対1の割合で混ぜるらしくって、今回はスプーン3杯分をね、全部やってきました。ちょっと見た目は今よろしくないんですけど、今回はね、ひたすら混ぜていこうと思います。ちょっとなぜかこれに包んじゃったんですよ、さっき。私こちらで混ぜていきます。その後にちょっとなんかさ、なんとなくラップしてます。はい。 そう、作り終わったらこれの上に乗っけるらしいんですよ。なので、ちょっとやっていこうと思います。ストップウォッチで何分かかるか測りながらやっていこうと思います。いきますよ。よーい。スタート。よし。混ぜます。あ、結構硬いのね。これめっちゃ時間かかるらしいんですよ。だからちょっと気合い入れていかないと。なんかもう疲れた。早いな。まだ16秒。これ作りながら雑談でもやりたいなと思って。はい。って思ったけど、ちょっとうるさいね、これね。もう腕痛い。これ私一人でできるかな。そう、最近全然 YouTube 更新できてなくて、本当にごめんなさい。やらないとやらないとって分かってるんですけど、なんかもう春休みってめっちゃ時差ボケじゃない、なんて言うんだろう、昼夜逆転するじゃないですか。そう、だからお昼のうちに撮りたくても、お昼に起きるんですよ。3時とかに起きるんですよ。だからもう遅いよってなって、全然取れなくて、ほんまにやばいです。最近4時とかまで起きてないと本当に寝れなくてやばい。今日なんか TWICE のライブ映像を見ながら朝の6時までずーっと見てて寝落ちしたんですけど。 なんかやっぱね、春休みとか長期休みってすごい昼夜逆転しちゃうからダメですよね。ツイッターとか見ててもみんな昼夜逆転、昼夜逆転って言ってるし、長期休みはあかん。あかん。宿題、課題がやばい。なんかね、長期休みってさ、休めるからすごい嬉しいんだけど、課題の量がさ、もうレベチじゃん。だからもう良くないね。もう腕痛いんだけど、私、やばい。これ鍛えれるかもしれない。そう、最近、裸眼なんですよ、私。なんか、目を休めたいなと思って。なるべく裸眼で過ごしてます。なんかもうこれいつまでたってもダメな気がしてきた。チョコレートみたい。大丈夫なんかな、これできる？頑張るけど。そう、あとこれめっちゃ可愛くないですか？あ、ちょっと、あ、恐れまで。このゴールドのピンはね、私のやつなんですけど、この大きいさ、丸いやつあるじゃないですか。これね、ファンの方がプレゼントしてくださったんですよ。めっちゃ可愛くない？そう。ちょっとね、可愛い。なんか、今日髪の毛寂しいなと思って、なんかつけたいなと思った時に、あ、そうだと思って、これをつけてみました。めっちゃ可愛い。ワンタンのライブどうなるんだろうね。めっちゃそれが心配というか、気になるというか。みんなも Twitter とかでずっと言ってるけど、ね、なんかまだチケットのさ、応募も始まってないけど。よくわからんよね。本当になんかコロナウイルスさえなければさ、もう毎日毎日平和だっただろうに。あー、腕が痛い。もう私3分15秒、最高。混ぜ続けてます。疲れた。 疲れた。だってずっとサラサラだもん、これ。なんか固まる様子もない。トロトロにもなってない。やばー、どうしよう。これみんな何分ぐらいでできるんだろう。ちょっとそれは調べてないんですよね。何分ぐらい混ぜればできるとは。腕が痛い。
疲れた。これをね、ダルゴナコーヒーを作るってなった時に、あ、インスタントのなんか粉みたいないるんだって思ってたんやけど、ミルメイクで作ったらめっちゃ甘いのできるんじゃねと思ってさ。でもミルメイクにさらに砂糖混ぜるってなったらもうそれはもう激甘になっちゃうと思って、まあ作ってみた、このインスタントのコーヒーで。なんか苦いコーヒーがちょっと苦手やから飲めるかわからんけど楽しみ。顔すっごいむくんでるんだよね最近。ちょっとダイエットしないと、ダイエットしないとって、ダイエットしてるんだけど、なんか食べちゃうのはダメだよね本当。なんか意志が弱いというか、本当に痩せたいと思ってんのかな自分は。みんな作りましたか？みんなはタルゴナコーヒーできそうにない。なんかもう匂いがさ苦い苦い。あ、死ぬかと思った。あ、手にちょっとついた。ネオちゃんのあのプチアガールって聞きました？もうなんかもうネオちゃんの世界観がもう溢れ出してる感じ、もう超良かったですね。ずっと聞いてます私も。ああ。今日タルゴナコーヒーをね作ると思って、あのちょっと服装もコーヒーっぽくしたんですよ。そう、久しぶりに来たこれ。疲れたよー。色がさっきよりなんかちょっと黄色っぽくなってきた気がする。黄色というか薄い茶色みたいな。こんなん誰がさ見つけたんだろう。このコーヒーと砂糖と水を混ぜ続けたらさ、あの固まってきて、それをタルゴナコーヒーと名付けたのは、なんでそんなことができたんだろう。すごいよね。なんかもしかしたら私も新しい料理を何か見つけ出せるかもしれない。化学、すごいよね。なんで固まるようになったんだろう。不思議不思議。やっぱり苦い。匂いがもう最強に苦い。終わりそうな気配じゃないけど、全然まだまだ続きそうけど、私は頑張る。そう、今めっちゃ照明が欲しいんですよね。あの丸い照明めっちゃ買いたいんやけど、ちょっと高いじゃん。お金が欲しい。なんかほんわかこう匂いがこっちに来るんですけど、なんかそれはちょっとすごいいい匂いなんだけど、近くで嗅いだらもう、あ、苦いってなる。あ、すごい。でもなんか硬くなってきた、さっきより。そんな気がするだけかもしれん、錯覚感。頑張れー、腕が痛いけど頑張れー。もう心が折れそう私、もう疲れた。やっば。めっちゃこぼした。まだまだ大丈夫やけど、これは。ただアンカマの内輪を近くに置いてるわけですよ。ちょっと散ってるわけですよ。やばいわけですよ。ちょっと待ってね、しばらく一回ちょっと安静にして、ちょっとアンカマの内輪一番最初にちょっと、あー、ようない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 、待ってよ。あー、見て、やばくない？ちょっとしくったしくった、ガチしくったんご。もうほら危なすぎ。これもうちょ、上の方ちょっと垂れ物なってたからね、さっきまで。でもウェットティッシュで拭いたら綺麗になった。あ、もう全部垂れ物なってんじゃん。ちょっとよくないよそういうの。それでは引き続き垂れ物頑張ります。なんで今ああなったんやろ。多分できました。ほら結構固まってない？多分やけどできたから、ちょっとそろそろこの牛乳さんにね入れていこうと思います。私たちの家族よくねミルメイク飲むんで、そう、牛乳がね常に常備されてるんですよ。だから買う必要もなかった、ラッキー。ほんまに乗っけれるかな、めっちゃ不安なんやけど。皆さんも一緒に見ていきましょう。31分56秒49かな。やばくない？もう30分も混ぜ続けた。かっこぶちまけて片付けた時間も含め、多分乗っけれる。え、怖い。これ乗っけれんかったらどうする？うちらって何？お、乗っかるんじゃね？ちょっといきますよ。わー、沈まないでよ、沈まないでよ、君たち沈まないでね。
お、いいんちゃいますか、いいんちゃいますか。おお、なんかうっすらとチョコレートの香りが。ちょっと多めに作っちゃったかもしれない、もしかしたら。はい、というわけでタルゴナコーヒーできました。イエーイ、めっちゃ綺麗に乗ってくれた、嬉しい。それではですね、飲んでいこうと思います。ちょっとこれ最初に混ぜるのかな、ちょっと混ぜてみますね。え、すごい、見て、なんか高級な味がするということで、すごく楽しみなのですが。え、すごい、ちょっとうまく伝わらんのが悔しい。ちょっと上に上げてみる、こうした方がわかるかな。あ、わかるかも。すごい、ちょっと飲むの緊張するな、これ。いただきます。うん、めっちゃ苦い。あー、けど何やろ、苦いのに甘い、なんかちょっと。え、けどなんか何、飲み心地がすごいやばい、なんかトロトロしてる。え、すごっ。苦いけど甘い、これなんかすごい不思議な感覚。え、すごい、これ苦い。そうだよね、これ、このトロトロしたやつはコーヒーだもんね、もともとは。なんか牛乳でなんとか緩和されてるって感じかも。ミルメイクでも作ってみたいかも。ミルメイクのやつでめっちゃ甘いのできそう、わからんけど。ちょっと暇があればやってみます。すごい、タルゴナコーヒー不思議だね。なんでやろう、あんな混ぜ続けただけで固まるって考えたらすごいことだなって思いました。ぜひ皆さんも、すごく大変だしちょっと苦いんですけど、ぜひ作ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。多分もう作らんかな、バイバイ。